肝臓病変の高周波アブレーションを示す CT、スキャンラジオ波消灼術は、肺、肝臓、腎臓、骨、及びあまり一般的ではない他の身体器官の使用を治療するために行われることがある。腫瘍の診断が確定したら、ラジオ肺用の針を腫瘍の内部に差し入れる。ラジオ肺用針を通過する高周波により、腫瘍組織内の温度が上昇し、腫瘍が破壊される。 ラジオ波照尺術は、臓器内に発生したか、臓器に広がったかに関わらず、小さな腫瘍に使用できる。特定の腫瘍に対するラジオ波照尺術の適合性は、複数の要因に依存する。ラジオ波照尺術は、がんが熱によって凝固するので、ラジオ波凝固法とも呼ばれる。ラジオ波照尺術は、外来の処置として実施できるが、短い入院が必要な場合もある。 ラジオ波照射術は肝細胞癌を治療するために、経費的エタノール注入療法より広範囲の照射が可能で広く行われてきている。肝細胞癌だけでなく、転移性肝癌に対しても施行され、復腔鏡、強硬鏡下で施行されることも多い。ガイドラインでは、選手局所療法では第一選択とされている。 局所的に相達される化学療法と組み合わせることもできる。第3小試験の方法では、肝細胞癌の治療として、アレフェプローブによって生成された低レベルの熱を使用して切除された組織の周囲の熱感受性リポソームから濃縮化学療法薬の放出をトリガーする。高周波アブレーションは、膵臓癌及び胆管癌でも使用される。ラジオ波照射術は、 良性の骨腫瘍、特に類骨小骨腫の治療において、ますます重要になっている。この手順は1990年代に、類骨骨腫の治療に、初めて導入されて以来、多くの研究で、侵襲性が低く、費用がかからず、骨破壊が少なく、外科的手法と同等の安全性という効性があり、症状のない人は66から95%と、報告されている。 ラジオ波照灼術の初期成功率は高いが、ラジオ波照灼術治療後の症状の再発が報告されており、一部の研究では、下下科治療と同様の再発率が示されている。ラジオ波照灼術はまた、的確ではない、または従来の治療法、すなわち放射線療法、化学療法、緩和療法に反応しない人の痛みを伴う、 定員生骨疾患の緩和療法にもますます使用されている。ありがとうございます。